ゆがみの起点だ。森宮から王の剣へ、それを横取りしようと考えて、なんだかそれはうまくいったように見えたわけで、王の印籠だけじゃなく、あるいは細々としたもの、それさえも土台としてよく機能し、彼らは何かの金脈を見つけた。ただ、人柱だ。倫理が歪んでいなければそれを考えることもなかったろうが。今も欠損はそのまま。面白い、漫画としては、それはやがて暴露され、彼らは邪悪として消える。しかし、行動パターンは、皇帝とシンクロはしてくる。これは私のものだ、通らないのだけど、そこへの執着はいつまでも消えない。FPS の原案は、今は、ガールズファンタジー、そう呼ぶ過去に作った 3D 迷路ゲーム、その、原案、ではある。それは、その人が作ったわけじゃないのだ。しかしそれがあるいは、何かを支え続けた。